こんにちは、愛です。今日は昨日夢の中でベトナムと台湾に行っていたというお話です。今朝目覚めた時になんかすっごい鮮明な夢を見ていたってことを覚えていて、でその夢っていうのがベトナムに行って、でバインミーっていうあのフランスパンみたいなパンの中に、食材が入ってるサンドイッチ、ベトナム風のサンドイッチを食べていて、でそこで私がなんか多分ベトナムのそこに住んでる人に話しかけて、なんかもっと美味しい食べ物食べたいんだけど教えてくれるみたいな会話をして、なんかいろいろ美味しい食べ物を探していろいろ動いてるっていうような夢で、でその後なぜか場面が変わって台湾に行ってて、で台湾でもなんか食べ物を探してるっていう、なんかもう観光も何もせずに食べ物だけを追い求めてるっていうような夢を見ていました。でこれってなんかめちゃくちゃ鮮明で、もうバインミーとかももう味がわかるぐらいに鮮明だったので、これってもしかしたらもう魂レベルで近未来のところに行ってて、実際に旅してもうその旅の楽しさみたいなのを感じてるのかなと思うと、なんか少しこれから先に起こることなんだなと思ってちょっと嬉しくなってしまいました。夢にはなんかこうこれからなんか起きるようなことを先に暗示してくれるような夢だったり、逆にこのまま進むと危ないよっていった感じで大切な人がメッセージくれたりとか、そういうこうなんか2つの種類があると思うんですが、今回のはもう絶対に前者だなと思ってすごく嬉しい気持ちになっています。ということで今日は夢の中でベトナムと台湾に行っていたというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。